フライ級塚本モーム VS キング翼、エディオアリーナ大阪第一競技場からお送りをしています。サイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズ2022、まずは第一試合フライ級の3分3ラウンドの一戦です。放送席をご紹介してまいりましょう。放送席にはミスターライズことゆうきさん、そしてライト級3位にランクをされています中村寛選手、そしてスーパーフライ級1位にランクをされています風間選手、お三方をお迎えして第一試合をお送りしてまいります。お三方どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあまずはフライ級の一戦です。まあ、一番軽い階級の一戦ですけれども、左がキング翼、右が塚本モーム、この両者の一戦からお楽しみいただきます。崩しこかし反則になりますのでね、今回は日本対世界というそういったキャッチフレーズのもと、終盤戦には世界から非常に強豪を呼んでの大会ということになっています。どうぞ最後までお付き合いください。全17試合の大ボリュームでお送りをしてまいります。まあ、大阪の大会ですけども、ゆきさん、非常にいい感じの雰囲気になってますね。そうですね、すごく会場も温まっていて盛り上がってますね。はい、中村さんもこの区域いかがですか。はい、いや1戦目になんていうんですか、第1試合にしたらすごい盛り上がってるなっていうのが思ってるんで、この1試合目の大会を引きつけるの楽しみですね。やっぱりこれオープニング、マッチって大事ですからね。はい、さあそして風間選手にとっては一つ下の階級、負ける級の試合になりますけれども、この試合どんなところ注目されますか。もちろんその一番軽い階級ということでスピード感はめちゃめちゃあると思うんで、かつテクニックもある2人なんで、そう注目して見ていきたいなと思います。はい、まずは塚本が前蹴りからミドルへとつなげていきました。ただ前に出ようとしているのはキング翼の方です。ロキック、プロフィールを見る限りは、塚本選手はパンチのスキルが非常にあるというそういった選手です。前回の試合も勝間選手から右のストレートでダウンを奪っている。一方のキング翼選手の方は割と、フェイントをかけながら入っていこうというそういった選手です。中央を取っているのはキング翼の方で、サークリングをしているのが塚本。ローキックは空を切りました。前に詰めていく。右出していきます。塚本が出していきました。でもゆきさん、16歳でこの舞台オープニングマッチ、塚本すごいですよね。すごく堂々としてますね。前回もそのストレート、非常に飛び込みがいいんですよね。そのストレートから連打につなげる形、この辺が、どういう風に今日炸裂するのか楽しみですね。ただ中村さん、面白いのはキング翼選手、結構こう上下に動いたりとか、右当てました。いろんなフェイントをしながら入ってきますね。そうですね、フィジカル面も今前に出てるのはキング翼選手なんで、このまましっかり詰め切るのか塚本選手がいなすのかっていうのは気になりますよね。ボディカル上、塚本、今の内訳なんかはどうでしょう。風間選手結構上下触れてるんで、あれは結構キング翼選手結構右もらってるんで、もっと左のガード上げたいですよね。ちょっと左の手の、位置ですよね。そうですね。さあただ、構わずにとにかく前に行こうというそういった姿勢はキング翼は出しています。ただそれに対してしっかりと迎撃をしている塚本、右、この右の伸び方いかがですか。ボディからの右結構いいですね。見えてない感じあるんで、お互い距離今いいですね。これかなり中村さんスリリングな入りですよね。そうですね、1ラウンドにしたら結構距離近い方だと思いますよ。あんまりこう様子見っていう感じがね、お互いやっぱり、おわ、飛びさー、右返した。いやー、塚本いですね、アグレッシブな。塚本選手 の、 そのやっぱ若さというか、そこが強さですね。あんだけやっぱ飛び込めるのはすごく強いなと思いますね。ハイキック、ブロック前切りを出していって少し距離を測ります。塚本、ただ連打戦になった時に、塚本選手やっぱちょっとガードが落ちるところがあるので、そこを気をつけていきたいですし、逆に翼選手はキング翼選手はそこを狙っていきたいですね。前回は、勝ちませんですけれども、左のフックを当てられてダウンを喫している、塚本です。さあ終盤もう一盛り上がり見せるでしょうか。右当てていきました。結構入ってますね。この右の軌道がちょっと面白いですよね。かぶせいいですね。第1ラウンドが終了しました。フライ級の3分3ラウンドをお送りをしています。改めて放送席をご紹介してまいりましょう。放送席、今日はお三方まず第1試合お迎えをしています。初代のライズスーパーフェザー級、そしてライト級のチャンピオンでいらっしゃいましたミスターライズことゆうきさん、そしてライト級3位、ザマッチではレオナペタス選手に勝利をしています中村寛選手、
そしてスーパーフライ級1位ザマッチでは黒田斗真選手に勝利を収めています。風間選手お三方をお迎えしてお送りをしています。改めてお三方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。風間選手は解説自体が完全に初めてということ、はい、そうですね。このリングサイドの実況席に座ることが初めてなので、すごい緊張しています。その緊張感をですね和らげる、意味だったのか分かりませんけれども、はい、あの大会始まる前にですね、はい、ディレクターがちょっと寄ってきて、はい、風間さんなんかギャルがお好きだっていう、それほんまに言うタイプのガレですよね。そんな話がありました、ね。はい、もうほぐれました今ので、はい、ありがとうございます、はい、大好きということですね、はい、大好きですね、はい。そんなお話もちょい入れていきながらね、はい、お送りをしていきたいと思います。第2ラウンドがスタートしました。ちょっと真面目な話に戻りますけど、風間さん1ラウンドどんな印象ですか？はい、結構キング翼選手が前に出てるんですけど、当ててるのは塚本選手の方が多いのかなっていう印象で、まあ、でも両方なんかちょっと雑くなるところがあるんで、うん、打ち合いになった時とかに、はい、そこちょっと気をつけて行ってほしいなって感じですね。はい。そしてあのギャルは正義というそういったお話もされました。中村寛選手にもお話を伺いたいと思います。それも暴露するんです、ね、暴露しますね。そういった中ですが、1ラウンド中村選手にはどんな風に見えました？そうですね、さっき風根君言ったみたいに、はい、ポイントっていうかヒットポイントは多分塚本選手の方があったのかなっていう、ちょっとだけ上回ってるのかなって感じですけど、まだそんな大差ないですね。で結構これ接近した距離でやりますね。おーバキック。そうですね、今もお互い当てれる距離なんで、はい、お互いの良さが今出てるんで、お右、はい、まだちょっとわからないですね。さあから動き出します。そうですね、この前蹴り、まあ、構図的には中央キング翼が取るような構図は変わりはないんですけれども、ワンツー下から上つなげていきました。ボディから上ウエストミスター塚本打ちます。今の少し効いたじゃないですかね。ちょっと動き今止まりました ね、 ましたね、はい。さあしっかりとサークリングをしながら、まあ、ゆきさん非常に塚本選手はあの若い選手ですけれども冷静ですよね。そうですね、技術的にもすごい高いですし、よく相手を見えてますね。はい、まあ、ここも前蹴りでしっかりと距離は作るところは作っておいて、でまとめて打つときはしっかりと打っていきます。まあ、ただ風根選手怖いのはそのリスクがある打ち合いには両者なってるってことですよね。そうですね、まあ、構えちょっと開き気味とか結構落ちたりするんで、ちょっと締めたいですね。この打った後とかは、はい、ちゃんと締める意識したいですね。うん、アパー、あ、本当ですね、膝いいですね。結構何回か出してますよね。キング翼選手はもうちょっと前出るなら、はい、しっかり詰め切りたいですよね。うん、まあ、その距離というところがちょっとまだ詰め切れてないところでもらっちゃってるみたいな感じなんですね。そうですね、フィジカルはめっちゃいいとは思うんですけど、うん、そこから攻撃何か一つつなげたいなっていうのは思いますね。はい、まあ、こうやってしっかりと塚本も右ストレートを伸びていきます。この右のストレートを中村さんなかなか伸びますよね。そうですね、はい、その入った時のかぶせの右と、うん、多分左の蹴りにちょっと入りにくいんちゃうかなっていう、ちょっとやりにくさは今キング翼選手が今感じてると思いますね。はい、ラインの残り30秒下から上とつなげていきます。ナイスボディ。アビエやった接近戦、ここも接近戦ですがよく塚本は見ています。ここも取ったのは塚本選手ですね。今そうですね、はい、さあさらに右もう一回入ってきた右翼が出ました。塚本選手うまいですね。よう見てますね、なんか、うん、おさあ飛び下から追っていきます。ライキしっかり押しました。さあ、改めて伺いましょう。ゆうきさん、この第2ラウンドはいかがでしたでしょうか？そうですね、やっぱり全体的に主導権は塚本選手かなっていう印象はありました。まあ、先ほど中村選手も言ってたんですけど、キング選手はもうちょっと距離を詰めて圧をかけて相手の動きを止めたいなっていうところなんですけど、はいはい、今のジャブにしてもこの回転回しにしても、うん、やっぱ距離がちょっとあるんで、はい、相手にうまくコントロールされているかなという印象はありました。これ中村選手、やっぱりその前蹴りだとか、はい、あの要所要所でいい感じで距離取るんですよね。そうですね、結構距離取るの上手やなっていう感じなんで、もうそれに入りにくいで今ちょっと考えてるのかなとは思いますけど、3ラウンド全然まだ挽回はできると思うんで、はい、キング翼選手も攻め切るならしっかり前出て、うん、攻撃までつなげたいですね。まあ、そのあと一歩をどう出していくのか、このあたりがね、一つこの青コーナーのキング翼の方はポイントになっていきそうです。うさあこれ塚本は煽ってますよ、16歳。まあこの度胸たりや素晴らしいものがあります。第3ラウンドがスタートをしました。
まあ、この距離を一歩詰めるという話がありました。風間さん、この、翼選手がもう一歩詰める、まあ、中央は取ってますけれども、はい、その辺のポイントどういったところでしょうか。あ、まあ、リズムがちょっと一緒なんで、もうちょっとステップ使って入ったりとか、はい、なんかこうちょっと変えたいですよね。あ、もうずっとじり攻めて、結局それで逃げられてみたいな感じなんで、はい、なんかリズム変えたいですよね。うん、まあ、序盤はいろんなこうフェイント使ったりとかね、はい、まあ、普段の試合は割とステップもうまく使うんですが、右当たり塚本当てました。さあ、ボディーカルウェイ、アパー、今のアパーなんかもゆきさんいいですね。そうですね、うまいですね。本当左の使い方が非常にうまいですね。はい、まあ、なかなかこれ冷たくても、まあ、こういったパンチで入れないという状況が続いています。そうですね、せっかくあんだけこう体揺らしたり、フェイク、細かいフェイク入れてるんで、まあ、強引に行ってもいいんじゃないかなと思いますよね。うん、これ中村さん、あえてガチャガチャって行っちゃうのも方法なんですね。そうですね、キング翼選手がっていうことですよね。そうですね、はい、そうですね、今こういうこの距離まで行ったら、はい、詰め切らないと、うん、ちょっとこう様子見るんで、いや、今いい形で当たりました。塚本、下から上、まあ、そして打ったらしっかりと横に動くという基本もできています。まあ、このあたりは塚本非常に冷静、さすが初代ディープキック 51kg 級のチャンピオン。キング翼選手もこう足散らしたりとか、パンチついていったりしてるんで、ここから詰め切りたいっていう感じで、はい、でもそうさせてないのが塚本選手って感じですね。うん、まあ、中村さん、ここは一つキング翼にとっては大事な時間ですね。そうするとね、そうですね、3ラウンドもうあと1分ちょっとしかもないんで、はい、特にもうちょっとこう印象付けにいきたいかなって感じですね。まあ、このフィジカルはいい感じですね。ですね、ちょっと迷ってる感がすごいありますよね。なんかどうしていいのかなみたいな、はい、あ、キング翼選手は、それどの辺に感じます？いや、なんかもう同じ距離感でずっとこう体を揺すってるだけみたいな時はすごい長いんで、そう、今の時間ちょっとそれやってると もったいないなっていう。あ、うまい。もうそうすると風間さん、この時間帯はもう手数ですね、とにかくね。そうですね、ガード上げて、こういう左うまいな、はい、塚本さん。まあ、だから、あ、これうまいですね。そしてまとめる、これ聞いたんじゃないですか。さあ、立ってるか、かなり当たってる。ただ、翼前に来る、結構効いてるんじゃないですか。です、僕は倒しておきたいですね、次の試合のために。ダミヒザー、あ、しかしこれキング翼タフ、あ、タフですね、すごいです。ここまでもらってて、はい、お、結構入ってましたからね。まあ、通常だったら中村さんも倒れてもおかしくない感じですよね。そうですね、結構物に当たってるんちゃうかなとは見えてるんで、こっちからは。でもキング翼選手いいですね、根性もあって、はい、あ、おーと、おかけび上げながら前来た。もう時間はほとんどありません。いや、ただオープンですが、最後爆発をさせました。いや、拍手もありました。解説には結城さん、中村寛選手、そして風間選手お迎えをしております。今回日本対世界最強ライズというふうな形で、お送りをしていこうという17試合あるうちのオープニングマッチ第1試合です。まあ、改めて、結城さん、試合全体としてはどんな印象だったでしょうか。そうですね、やっぱり16歳の塚本選手、うん、非常にうまさと、あと根性、その辺を見せてくれたなと思うんですけども、はい、やっぱりキング選手も、最後まであえて倒れずに打ち込んでいたのはすごかったなと思います。はい、ジャッジ和田30対27赤塚本、30対28と30対27赤塚本、以上3対4の判定となりまして勝者2ポイント差が1社、そして3ポイント差フルマークが2社という文句ない判定勝利、塚本ホーム再起戦を白星で飾っています。すごい16歳ですね、本当に正直思いました。すごい技術も持ってるし、はい、強さありますね、それだけじゃなくてね。権力なんで風間さんに一言最後いかがでしょう。塚本選手、改めていかがだったでしょうか。いや、もう第1試合にはふさわしいぐらいこうバチバチのスピード感あふれるような、まあ、スリリングな試合で、まあ、見てる側も面白かったんじゃないですかね、うん、はい、すごく。まあ、そして敗れましたキング翼選手、中村さん、はい、非常に最後頑張りましたよね。そうですね、フィジカル面でも最後気持ち折れずに前に出たんで、両選手ともほんま良かったですね。トライ級3分3ラウンドリステン、まあ、最後はこのバチバチの打ち合いで場内熱くさせてくれました。まさに場内を点火するような試合、ただ塚本ホーム3対0の判定勝利飾っております。